マクシム・バグダノビッチ1917年5月12日は、ベラルーシの詩人、作家、文芸学者、翻訳家。1891年ミンスクに住む科学者の一家に生まれた。1892年フロドナに引っ越すことに伴って、結核で母親が死亡。1896年父親のアダム・バグダノビッチと、共に、ロシア帝国ニジニノブゴロドシに引っ越し。 そこでベラルーシ語で詩を書き始めた。1907年デビュー小説、ミュージーカがナーシャニーバというベラルーシ語の週刊新聞で初めて公開された。1908年にヤロスラブリに引っ越した。1911年にギムナジウムを卒業し、ヤロスラブリ学院法学部に入学した。そこで影響力のあるベラルーシ人作家と知り合う。 学校を通いながら新聞社で勤めていて、多数の作品がベラルーシにもロシアにも出版され、続けていた。1914年初頭には、初めての詩集、ブヤノックがビリニュースで出版された。1917年に、結核の治療のため、クリミアに転居したが、病状の悪化し、同年5月12日に、ヤルタで亡くなった。哲学的な思想や社会をはじめ、 様々なテーマの詩を書き、ベラルーシ文学にとって、新しい主形を取り入れ、近代ベラルーシ語、近代ベラルーシ文学の作成者として呼ばれている、最も有名な詩人の一人である。作詞だけではなく、翻訳家としても活躍していた。ポール・ベルレーヌ、ハイン・リヒ・ハイネ、アレクサンドル・プルシキン、オウィディウス、ホラティウスなどの詩をベラルーシ語に翻訳し、ヤンカク・パーラ、イヴァン・フランコ、 タラスシェフチェンコの作品をロシア語に翻訳した。ブヤノック詩集。ビリニュース。1913。2003?ISBN 985-1102776。ありがとうございます。